木口ささんんがが振ったのが松尾さんそううでしょうね芸能人ですからこの問題は松尾さんに振るんですけども驚いたのはこれなんですよなんとですねジャニー問題は都市伝説だと思っていましたってことをさらっと言うんですもうね目が点になってしまいましたこれね彼はつまりねこの業界にいますのでうす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 と言いますか耳にはそんな噂聞いたことありますとあそんなこと聞いたことありますよいやでもそんなバカなことはないだろうだと、えー、ないだろうとだからね都市伝説だと思っていたって 言うんですけどもこれってね目黒川ででカッパを見た後同じじゃないですか目黒川に世の世のカッパが出るらしいと、でもそんなバカなことはねえだろうと、そんなまん都市伝説だよという、ね、レベルと同じなんですよ。さすがにですね、この業界にいて、そんなバカなことありえないと思いますよ、松尾さん。